南口開業当時の構内茅ヶ崎駅は神奈川県茅ヶ崎市元町にある東日本旅客鉄道の駅である。所在地は茅ヶ崎市だが駅名は茅ヶ崎である。当駅の所属線である東海道本線と当駅を起点とする相模線の2路線が乗り入れている。東海道本線には JT10 の駅番号が設定されている。東海道本線は 東京駅発着系統と新宿駅経由で大宮駅から高崎線に直通する湘南新宿ライン、東京駅経由で上野駅から宇都宮線、高崎線に直通する上野東京ラインが停車する。なお、東海道本線の運転系統については、東海道線を参照のこと、島式ホーム3面6線を有する地上駅で自由通路のある、京城駅舎を有している。 エレベーター、エスカレーター、多目的トイレ、点字運賃表設置。構内には、飲料の自動販売機、公衆電話、公衆トイレ、コンビニエンスストアのヌーデーズ、駅ビルのラスカがある。直営駅であり、管理駅として、相模線の北茅ヶ崎駅、倉見駅間の各駅を管理している。緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、自動改札機。 自動生産機が設置されている。2020年度の1日平均乗車人員は4万1684人である。JR 東日本の駅としては大塚駅に次いで第80位である。近年の1日平均乗車人員は下表の通りである。神奈川中央交通、成田空港交通の路線が発着する。神奈川中央交通、茅ヶ崎市、コミュニティバス。 エボシ号の路線が発着する。注釈出典。ありがとうございます。